演を決めた途端に悲劇に襲われ、撮影スタッフも不幸に見舞われてしまう。そんな呪われた映画をご存知だろうか。偶然とは思えない異常現象や連鎖する死亡事故、そんな不可解な現象が引き起こされた恐ろしすぎる理由とは。はい、どうもアルゴメトリーのケンちゃんです。どうもヤミヤミカです。というわけで今回は呪われた映画シリーズ。すごいね、私も映画出演目指してるからこういう映画の曲待ってたわよ。来ねえわ。いや来るよ。来ねえだろ。どんな映画出たいんだろう。たけし映画。もう古いぞバカ野郎。出演者や関係者に相次ぐ死亡事故、呪われた映画の真相とは。史上最悪の映画アトゥック。映画アトゥックは1963年にカナダのある作家が書いた小説が原作の作品なんです。そして1980年代初頭に映画版アトゥックの脚本が完成したんです。内容はアラスカに住む原住民イヌイットの集団がニューヨークに移り住んで、生活習慣の違いからニューヨーカーといざこざが起こるというものだったんです。シリアスな映画と思った方もいると思うんですが、実はこの映画コメディ映画なんです。ですがその笑える内容とは裏腹に、制作過程でとんでもなく恐ろしい事件が相次いで起こっていたんです。最初の悲劇は当時のトップコメディアンであったジョン・ベルーシに降りかかりました。まずベルーシの元にこの作品の出演オファーが届き、彼は出演を快諾するんです。しかし撮影準備に入った時に薬物の大量投与が原因で33歳で亡くなってしまうんです。まあでもこれ結構おかしな話で、死因からは自殺だと考えられそうなところなんですが、映画の出演を快諾していたということはその時点ではかなり未来志向で生きていたということなんですよね。つまり、まあ、詳細は謎に包まれているんですが、そもそも自殺するような精神状態の人が映画の出演を快諾するはずもないので、このベルーシの死はかなり謎っすよね。そしてこのジョン・ベルーシの死後、代役を立てる必要が生じたため、当時非常に有名だったサム・キニソンをオファーしたんです。しかし撮影が始まった後、今度はサム・キニソンがスタジオへ向かっている途中に交通事故によって他界してしまうんです。それから数年が経ち、再びある俳優に出演オファーが届きます。その人はジョン・キャンディ、あのホームアローンなどの作品に出演していた有名な俳優だったんです。彼もアトゥックへの出演を承諾したんですが、就寝中の心臓発作で1994年に43歳という若さで亡くなったんです。怖えな。さらにこのジョン・キャンディの友人であり脚本家でもあったマイケル・オドノヒューも脳出血で亡くなっているんです。このように呪われているとしか考えられない不思議な怪現象が続いたため、映画の制作は打ち切りになったんです。まあ当然っすよね。しかしそこから数年後、非常に奇妙なことが起こるんです。なんとこの作品をなぜか再び作ろうという話が出てしまうんです。バカ。今回はクリス・ファーレーという俳優にオファーが届くんですが、しかしまたしてもこのクリス、薬物の大量摂取で亡くなってしまうんです。やはり呪われているコメディ映画アトゥック、再び制作は打ち切りになったんです。しかしその後またしても誰かがこの作品を作り出そうというんです。懲りねえな。同じ過ちが繰り返される可能性は容易に想像できるのに、その提案通り制作は再開されてしまうんです。そして今度はフィル・ハートマンという俳優にオファーが出されるんです。しかし過去の事件を知っていたフィル・ハーマンは当然出演を断ります。しかしそれでも出演をしつこく頼まれたフィル、結局渋々ながら承諾してしまうんです。皆さん、フィルはどうなったと思いますか？そう、やはり亡くなってしまうんです。妻と喧嘩となり口論の末、劇場した妻に射殺されてしまうんです。妻怖えな。それ以降この映画は完全にお蔵入りになったんです。たびたび起こる死亡事件ですが、それに負けず劣らず恐ろしいのは、度重なる打ち切りにもかかわらず制作が再開されてしまうことなんです。それはまるで誰かが犠牲者を増やすことを望んでいるようですよね。果たして一体誰が呪われていたのか、それは不明なんですが、確実に言えることはこの映画がハリウッドで最も笑えないコメディ映画だということなんですよね。いやーねー、うん、このねハリウッドでね一番笑えないって言われてるね、うん、この映画なんですけど、うん、これ出演依頼来たらどうするんですか？どうするんですか？私、うん、まあ私に出演依頼来たら、うん、そうね、うん、まあまあ受けてあげてもいいわよ、ね、偉そうだね。人骨が使われた映画ポルターガイスト、あのスティーブン・スピルバーグが制作と脚本を担当し、映画悪魔の生贄のトビー・フーパーが監督を務め大ヒットとなったホラー映画ポルターガイスト。実はこの映画もアトゥックと同様、出演者が次々と亡くなっていくなどの不可解な現象が多発しているんです。しかしポルターガイストに関しては呪われている理由が明らかなんです。その理由の前に一体どんな怪奇現象が起きたのでしょうか。この映画は墓地の上にある新築の家に引っ越してきたある一家が次々と恐ろしい
しい霊現象を経験していくというホラー作品なんです。シリーズもので合計3作品ほど公開されているんですが、なんとその全てで出演者が不可解な死を遂げているんです。1作目で長女ダナを演じたドミニク・ダンは自宅で恋人に絞殺され、2作目ではケイン牧師役のジュリアン・ベックが映画の公開を待たずに胃がんで死去、さらに祈祷師のテイラー役ウィル・サンプソンが公開翌年に腎臓疾患で死去したんです。全てのシリーズで度重なって起こる不可解な死なんですが、この作品にまつわる怪現象で本当に恐ろしいものは別にあるんです。それは子役のヘザー・オルークが第3作のポルターガイスト3撮影直後の1988年2月1日に12歳の若さで急死した事件、その時の状況が非常に奇妙で不気味なものだったんです。まず彼女が亡くなる6年前、1982年にポルターガイストの第1作が公開されていたんですが、その作品の中で子供の寝室になぜか1988年開催のアメフトの大会第22回スーパーボールのポスターが壁に貼られていたんです。そして時代が追いつき1988年1月31日第22回スーパーボールが開催されます。そう、まさにその日に子役ヘザー・オルークは救急車で運ばれ、翌日搬送先の病院で亡くなったんです。死亡事件が相次ぐのも不可解なんですが、この事件はかなり怖いっすよね。映画ポルターガイストは主人公たちが心霊現象に襲われる作品なんですが、その内容と同じようにこの映画の制作に携わった人間にも恐ろしい霊の魔の手が忍び寄ってきているのではというふうに言われているんです。そんな噂が広まったため3作も続いた人気作品であるにもかかわらず、ポルターガイストは続編が制作されなくなったんです。ですがなぜこの作品はこのように霊に取り憑かれることになってしまったのでしょうか。理由は明らか。それは撮影で使われていた小道具に本物の人骨が入っていたんです。この作品の指揮を務めたスピルバーグ監督は悪魔の生贄というホラー映画に惚れ込んでいたんです。そしてその映画悪魔の生贄では骨を使用するシーンがあるんですが、そこではなんと本物の人骨を使用するという不気味な手法が採用されていたんです。そしてスピルバーグ監督はこの手法をポルターガイストにも適用することにしたんです。バカ。結果この映画の関係者は呪われることになってしまったんです。そしておそらくこの人骨の本来の持ち主の霊が取り付いてしまったと言われています。このようにシリーズごとに出演者が亡くなるいわくつきの作品となったポルターガイストなんですが、さらに驚くべきことがもう一つあるんです。なんと2015年にこの映画のリブート作品が公開されたんです。今のところ出演者が謎の死を遂げるなどの不可解な現象は起きてはいないんですが、いずれまた何かが起きるかもしれないんです。そう、ポルターガイストにまつわる一連の心霊現象はまだ終わってはいないんです。悪魔の映画エクソシスト。1973年にアメリカで制作されたホラー映画エクソシスト。この映画の題材は悪魔。その内容を大まかに説明すると、ある少女に取り付いた悪魔とその悪魔を払おうとするキリスト教カトリックの神父との壮絶な戦いを描いたものなんです。本作は当時ホラー映画では珍しくアカデミー賞を受賞した歴史に残る名作。この作品はウィリアム・ピーター・ブラッディの小説エクソシストを元に制作されたものだったんです。そしてこの小説は実際に起きたメリーランド悪魔憑依事件をもとに執筆されたものだったんです。このメリーランド悪魔憑依事件が起きたのは1948年、アメリカ合衆国メリーランド州コッテージシティで自称霊媒師の女性の死後、その老いである14歳の少年が悪魔に取り憑かれたことから始まったんです。少年はわめき声を上げるなどの異常行動をとり、またその体には文字が浮かび上がるなどの怪奇現象が多発したんです。さらにその少年の周りでポルターガイスト現象も起こり始めていたんです。そこで少年の父は神父に悪魔払いを依頼しました。そしてその後2ヶ月にも及ぶ約30回の悪魔払いが行われて、そのおかげでその少年は平穏な生活を取り戻すことに成功したんです。まあ、繰り返すんですが、これは実際に起きた事件なんです。当然現実に起きたこととはとても考えられないんですが、当時はかなり話題になったそうですね。しかし一方でこの事件のあらましを信じる人は多くはありませんでした。実際問題、少年が強迫神経症や統合失調症、そして転換を患っていたという説もあって、悪魔に取り憑かれたということ自体に信憑性を見出す人は多くなかったんです。そしてこの事件をもとに小説エクソシストは執筆されました。悪魔に取り憑かれたとされる少年が題材となったこの映画、もしこの事件が本当は悪魔とは無関係であったなら、きっと映画エクソシストは何の問題もなく制作されたことでしょうね。しかし実際にはこの映画は呪われていたんです。
なんと映画内で死ぬことになる役を演じた役者や映画関係者を含む9名の人間が撮影から公開直後の間に相次いで死亡しているんです。怖えな。さらにこの9名の死亡事故以外にも不可解な現象が続いていくんです。この映画の撮影中には原因不明の火事が起こるんです。その火事の影響で主人公のリーガンのベッドルーム以外のインテリアセットなど映画のセットのほとんど全てが焼け焦げてしまったんです。さらに撮影テープに不自然な音声が紛れ込んでいるなど怪奇現象が続いてしまったんです。これら全ては噂話などではなく当時のキャストが証言したもの、つまり本当に起きたことなんです。また他にも怪奇現象は続いていきました。本作の冒頭に神父が悪霊パズズの像を発見するというシーンがあるんですが、ウィリアム・フリードキン監督はその撮影をイラクで行うと異常なまでに主張したんです。そしてその結果キャストスタッフは1ヶ月間イラクに滞在することになります。するとなんと気温は50度近い灼熱、そして撮影クルー内に病気が広まり、さらにはイラク国内でクーデターが発生、加えて撮影用に使用する悪霊パズズの像がなぜかオーストラリアに送られてしまうなど、まるで悪魔が取り付いたとしか考えられないほど不可解な現象が多発したんです。そしてその悪魔とは一体何なのでしょうか。まあそれはどう考えてもこの作品エクソシストの元になった事件で少年を苦しめた悪霊としか考えられないですよね。ということはメリーランド悪魔憑依事件は実話ということだったのでしょうか。この一連の事件によって映画エクソシストは結果的に悪魔の存在を世界中に知らしめてしまう恐ろしい映画だったんです。死刑、それは犯罪者に対して下される最も重い刑罰。しかしそんな死刑からもし生還してしまった場合、果たして受刑者を待ち受ける運命とは。